ヒーローインタビューを行います。今日鉄壁の守備を見せてくれた背番号36番イースタン選手と山田選手に来ております。来ていただいております。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず、先制点を決めた山田選手から、決勝点を決めた山田選手からインタビューを伺います。どうでしたか、最後の逆転ゴールは。同点だったんで、なんとしても決めたいなと思って、トヨさんだったんで、左サイド、もういいボールくれって信じて、中に入って、合わせました。すごくあの時、ムードがですね、ちょっと向こうに傾かけたところのゴールだったんで、すごく皆さん盛り上がりましたね、本当に。今後の抱負を聞かせてください。残り試合あるんで、もっといい試合して来てくれる人たちに喜んでもらえるように、たくさんゴール決めたいなって思ってます。ありがとうございました。今日終始ピンチを防いだ飯澤選手に来たいと思います。今日はどうでしたか、試合の流れとしては。そうですね、今日、みんなどうしても勝たないといけないっていう気持ちが空回りした部分がありまして、自分たちが目指しているサッカーが、できない部分もあったんですけど、とりあえずなんとか勝ち切れたっていう点だけは良かったと思うんですけど、それ以外は、今日暑い中皆さんに応援していただいたのに、ちょっと不甲斐ない試合になってしまって、申し訳ない気持ちで、選手スタッフいっぱいです。まだ残り試合、ありますが、まず勝ち切るっていうことは最低条件なんですが、もっと、せっかく応援来ていただいているので、見ている皆さんが、楽しいサッカー、次また試合を見に行きたいっていうふうに思えるように、選手スタッフ一同頑張っていきますので、これからもボルガ鹿児島をよろしくお願いいたします。後期残り試合熱くなりますが、皆さんの応援で絶対優勝しましょう。次のホーム戦29日、またこのピッチで会いましょう。今日のヒーローインタビュー、イースタン選手、山田選手でした。どうもありがとうございました。ここでサポーターグループラーバ鹿児島様から MVP の発表があります。どうぞ。大きな拍手をよろしくお願いします。お名前は？吉永陸です。竹本一隆です。大きな拍手をよろしくお願いします。続いて抽選会を行いたいと思います。皆さん赤い紙をお持ちでしょうか。持ってますか。用意はいいかい。ありがとう。